ジオでこんにちは富山県です。 KNB テレビで毎月第2、第3、第4土曜日の午前9時30分からお送りしているこんにちは富山県ですの裏側などをお送りしています。今週のテーマは医師の働き方改革です。病気や怪我をした時に頼りになるのはお医者さんですよね。なんですけれども今そんな医師の長時間労働が社会問題となっているんです。まあ、やっぱり忙しいっていうイメージねありますよね。あります、うん、国が令和元年に行った調査では医師のおよそ4割が年960時間超え、およそ1割が1860時間超えの時間外と休日労働をしていたということなんです。1年間にってことですね。1年間です、ね、割るとどうなるんですか。1860÷12は155月、うん、それは長時間労働ですね。そうですよね、でそこで来年の4月から医師の働き方改革が始まることになっているんです、はい、で今回2つの病院に取材に行ってきまして、まず1つ目、富山大学附属病院です。1日に1300人近い患者が来るそうなんですね、そんなにたくさんいらっしゃるんですね、うん、で入院患者の治療だけではなくって医師の育成ですとか、あとまあ自分自身の研鑽もしなきゃいけないので医師の負担というのは大きいんですね、はい、でそこで、今年の春に導入したのが勤怠管理システムです、うん、これねスマートフォンで出勤と退勤を入力することができるんですよ。ほうほう。ですのでこれによって医師の労働時間を正確に把握することができるということなんです。今までちゃんと把握できてない部分があったんでしょう ね、 じゃあね、実際にこう見える化できるっていうのはやっぱり重要だっていうふうにお話しされていました。この先生今かなり長時間働いてるよっていうのは可視化できるっていうことですね。そういうことです、はい、あとは医師がこれまで行っていた業務を専門職に任せるタスクシフトっていうのも進めています、はい、例えば入院するときに患者さんが持ってきた薬と入院治療中に飲む薬に重複がないかなどを確認するんですけれども、うん、まあ、こういったものをこれまでは医師が行っていたんですが今は薬剤師が行っているということなんです。でこういった取り組みを行うことによってもちろん医師側の負担も少なくなるんですけれども、あの負担が少なくなった分患者さんとこうよりじっくりと診察したり話したりしてこう時間をね患者との時間を多く確保できるので、まあ、医師と患者両方にとって良くなるということなんですね。うん、でもう一つ行ってきたのが済生会高岡病院なんですけれども、ここでは AI を活用した問診票の入力を患者自身が行う取り組みっていうのも取材してきました。へ、私も実際に体験してきたんですけれども、放送の中で詳しくお伝えしようと思います、うん、AI 活用する問診票って、うん、書くやつでしょ。今熱が何度ありますとか、うん、こんな薬飲んでますとか。そうなんです。それをタブレットみたいなもので、はい、どんどんこう入力していくんですよ。質問がバーっと来て、どこが痛いですかっていうのも体の中のここの部分ですっていう風に選択したりとか。あ、それがそうか、手書きだったら、うん、それまた打ち込むみたいな仕事があるけど、もうそれをタブレットでやっちゃえば、うん、多分もうデータ化されて、そうなんです、カルテにも書かれるみたいな、うん、そうなんです。それは進めて行くべきです ね、 ね、うん、大きな病院だけじゃなくてね、いろんなちっちゃい病院でも ね、 うでね、うん、で今回取材を通して、まあ、医師は患者のためにこう長時間働くのはやむを得ないっていうそんな意識を社会全体で変えていく必要があるんじゃないかなっていうふうに思いました。そうですね、いざねその医師の皆さんがね、うん、体調崩してしまったら、それ結果的に私たちにも、ね、そうなんですよ、結構出てきますから ね、うん、ね、次回の放送は今月28日土曜日の午前9時30分からです。ぜひご覧ください。ラジオでこんにちは富山県でした。